ドジャース、大谷翔平投手、29、が16日、日本時間17日、米アリゾナ州グレンデールのキャンプでフリー打撃を行い、D. ロバーツ監督、51、が笑うしかない、衝撃弾、を放った。今キャンプ3度目のフリー打撃は26スイングでちょうど半分の13本が咲く声。推定飛距離150メートルの特大弾を放ち、 圧巻のロックスイング連続咲く声もあった次週にはライブ bp 実戦形式の打撃練習で打席に入ることも濃厚になった動画大谷翔平40本山本義信75本果てしなく飛んでいく打球に指揮官の甲高い声が響いた今キャンプ3度目のフリー打撃を行った大谷は 昨年9月に右肘手術を受けてリハビリ中であることを忘れさせるようなフルスイング。右翼へ推定飛距離150メートルの特大弾を放った。すると、見守っていたロバーツ監督は打球の行方を見つめ、わっはっはわっはっはと思わず大笑い、興奮を抑えられず、隣にいたフリードマン編成本部長の息子にちょっかいをかけるほどだった。それだけ、衝撃。 のバッティングだった2セット目は逆方向を中心に5スイングで全てが作越え1セット目の最終球から6スイング連続でのフェンスオーバーだった3セット目に指揮官の笑い声を引き出す一撃を放つと4セット目には中堅のバックスクリーンを越える特大弾もあったもはや大家のフリー打撃は練習の域を超えている 打撃中に刑事後ろで大家をバックにフリードマン編成本部長は息子と並び、ロバーツ監督が写真を撮るほどだ。5日にマシン打撃を再開させたばかりながら、すでにコンキャンプ3度目のフリー打撃。今でも右肘には痛々しい手術痕が残るが、快音を響かせ続けている。大谷の打撃を見ていた通算159本塁打の長距離砲、ヘルナンデスは彼が500フィート、 約152メートル、を打つのは見ていて興奮する。しかも彼はそれをいつもやる、と驚愕。2018年の MVP ベッツは、すごく潜在力がある。楽しいことがたくさん起こるだろう。昌平の伝説を見届けることができる。大谷は、自分がすべきことに集中している、とワクワクを隠さなかった。ロバーツ監督も、私たちが思っていたよりも、 調調整は順調に進んでいる。彼は一生懸命取り組んでいるので予定のスケジュールよりも先に進んでいると太鼓判を押したこの日報道陣らに公開された練習予定表にはライブ BP で打席に立つ可能性のある打者に名前が入っていたが言ったのはフリー打撃のみオレンジカウンティレジスター地元紙の B プランケット記者がクラブハウスで大家を直撃すると この日はライブ BP は予定していなかったと言いい打席に入るのは来週と言ったという22日、日本時間23日からはオープン戦もスタートする中で実戦での練習も近づいているの手組に混ざったアップではラインらと楽しそうに話して笑顔も多かった大谷ベースランニングでは軽快な走りも見せた新天地でもバット1本で 早くも実力が認められている。安藤孝太、大谷のフリー打撃での驚き弾、日本ハム、17年9月7日、楽天戦、東京 D の試合前にオーロラビジョンを破壊する150メートル弾。さらに同ビジョンの上まで飛ばす170メートル弾も。視察した MLB スカウトらも驚愕し、楽天、磯部打撃コーチ、当時は、規格外やな。 松井秀喜レベル、エンゼルス、23年2月24日、米アリゾナ州天日でのキャンプ中で31スイング中15本の柵越え。5発目は推定飛距離150メートルで宇宙間後方のトラックの荷台部分を直撃。左中間に生える約15メートルのヤシの木の最上部を直撃する一発もあった。侍ジャパン、23年3月4日、WBC 前の走行試合。 中日戦、バンテリン D の試合前に、バックスクリーン弾、右翼4階席弾、右翼5階席へ推定飛距離160メートル弾を連続で放り込む4連発。観客を煽るようにガッツポーズも見せ、前年三冠王のヤクルト、村上も棒立ちであぜん。